ではまず星子キャプテンに伺っていきますが、初のタイトル優勝になりました。思いを教えてください。新チーム始まった時にこの秋の日本一っていうのをみんなで目指してやってきたので、その目標を達成できて、まあ、一つ嬉しく思ってます。どんなことをテーマに神宮大会はキャプテン乗り込んできましたか？もう力が、自分たちないっていうのは分かってるんで、その中で力のある相手にどう戦っていくかっていうところで、とにかく束になって泥臭く戦おうってことを話しました。決勝まで3試合を戦いました。どんなところがうまくいったなというふうに今思いますか？集中打が出た部分は良かったかなと思うんですけど、守備の面でのミスっていうのが課題だなと思います。来年はよりこの大阪桐蔭に対するマーク厳しくなってくると思いますけれども、どんな野球を見せていきましょうか？引き続き泥臭くしぶといチームを作っていきたいと思ってます。ありがとうございます。続いて松尾志音選手にお話を伺います。試合を終えた今の気持ちを教えてください。いや、素直に本当に嬉しいです。唯一の今年の夏のレギュラーとして出場しました。やっぱりこのレギュラーとしての自負ありましたか？やっぱりまあ、このチームは自分以外、まあ、去年はメンバー外としてやってて、まあ、自分がしっかり引っ張っていくっていうのを、まあ、この大会では意識してやってました。個人としては2本のホームランを含む4安打大当たりでした。好投手を打ってのこの結果いかがでしょうか？やっぱり、しっかり対策してきて、まあ、その結果が、まあ、そのホームランにつながってよかったと思います。一冬越えて来年に向かっていくわけですけれども、どんなところをもっと強化していきましょうか？やっぱりまだまだ守備の力っていうのは全然ないと思うんで、やっぱそこからやり直して、そのバッティングの面でもまだまだ足りない部分があるので、まあ、そこはしっかり次の春につなげていきたいと思います。ありがとうございます。では最後に星子天馬キャプテンに大阪桐蔭の保護者、そして OB、ファンの皆様に最後一言よろしくお願いいたします。OB の方気づいてくださって、今の自分たちがあると思ってるんで、保護者含めて OB の方も、本当に、熱いご声援の、ありがとうございました。ありがとうございます。優勝しました神宮大会初制覇、大阪桐蔭高校星子天馬キャプテン、そして松尾志音選手でした。ありがとうございました。